はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきたいと思います。とりあえずここが目的地なので、ここは大樹の寺院ですね。最奥まで来ました。このまま進んでいきましょう。ずっとまっすぐでいいのかな。右上のね、追撃はこれはなんかずっと出てますね。まあ、急いでやる感じでもないやつではあるので、一旦は放っておきましょう。第10の庭園と、さて大樹に着いたはいいが、ここから先どうしたらいいんだ。森人たちの姿も見当たらないようだな。アドル、到着したようですね。待っていてください。今からオクトゥスへの道を開きます。オクトゥス、あんなものが仕掛けられていたなんて。さあアドル、入ってきてください。とりあえず行くか。この光のところでいいのかな。ここはえ、どういう空間。見届けの丘、オクトゥスって言ってたよね。めちゃくちゃ広いじゃん。この気配、何かがいるのか。まあ進んでいこう。とりあえずここに転移石があるので、おお出てきた。大樹の内部世界、森人が世界の進化を見届ける場所。大樹に囚われた少年はここに集められる。一箇所に封じているわけではない。4つの回廊が存在している。回廊の奥にはそれぞれオベリスクがそびえ立っている。ラクリモさんによって囚われた少年が眠ってる。その少年を解放できれば霊の木も成長していく。よし、すぐに行こう。当然ですが、少年の解放は一筋縄ではいかないでしょう。この行動も大いなるラクリモさんの一部。失敗すれば逆に少年を奪われて、ここが墓場となるみたいな。
回廊はどこから回ってもいいのか。回る順番は決まってる。まず進むべきは海の回廊。あの扉の先、なんかめちゃくちゃ遠くねえか。海の回廊を突破できれば次に進むべき回廊が指し示される。これにて失礼。転移能力便利だよな、こいつら自在に操れるから。とりあえず右の方だったよね。敵は出てくるのかな。まあ、こんだけ広いからね、敵が逆に出ないと作った意味ないからね。そんなに強くはいてない。こっちはいけないんだ。またちょい広いところに出てきたね。こいつを倒せってこと？まあまずはちょっと走っていきましょう。いやそんなに強くはなかったね。これでもう半分以上食ってるでしょ。まあちょっと強い。中ボスまではいかないけど、そういう感じか。うおーすげえいいの持ってる。あれ動けない。これでまたなんか新たな道が開けたかな。なるほどなるほど、これで先へ進めるようになったと。ああそういうことね。いやすげえいいの手に入れたな。これはある程度進んだら一回帰りたいね。むしろ北へに。甘い妙薬とかもあるんだ。高低差がなわからんからな。ちょっと高そうだね。強引に行くかよし。なんかいいのくれ。普通か。まあもしかしたらいいのを持ってるかもしんないけど。まだいるのか。俺攻撃回数は多いけど、まあそんなにダメージは食らわないね。あとはタコ殴りにする。この骨しか持ってないね。でまたここがいけないから、このうわー怒ってたあ手に入れたどういう原理だ。まあ別にこういうやつらはそんなに強くないっていうことが分かったけど、まあ、必殺技ゲージもねすぐ溜まるんで、まあ、全然使ってていいでしょう。えなんか異界の霊川みたいなのってねえと、なんかパクったのか。こいつは見た目通り若干一分とかあるかな。ただピュってる。終わりちゃくらえ。こいつを倒す頃には必殺技ゲージが溜まってるからねあくれくれくれ。おおいいね。でまた先へ進めるように。なりましたと。
さて急ごう。いつでも行けるよ。おー、たまった。ん？このままこのまま下かな。おーな。ま、これで寄らせれば、こいつも雑魚だな。おー、異界の霊骨。ここは異界関係なの。そういうのを割と手に入れるけど。で、またここも行けないから、こっちだね。最初に必殺技をかますのは、パターンとしてやっておこう。まずは突っ込む。突っ込んで必殺技を叩き込む。何かをしようとしてたけど、やらせません。え、この時のさ、他の2人の攻撃ってなんか入ってんの？これはもうすぐ肩がつくね。よーし。うおー、すげえすげえすげえ、マジアイテムがすげえ。一応レアアイテムドロップ率アップとアイテム獲得数アップの装備をダーナはつけてますからね。さあどんどん先へ進んでいきましょう。痛い。巻き散らしてくるなあいつは。邪魔だからまずはこいつから始末する。よし。おお、いいねいいね。この竜門岩がね、今強化に必要だからね、素材として。お、これはたどり着いたか。これをどうすんの。ワープした。おお、なんかすげえ。海の道。え、これはこれでまた続くの先へ。ここはなんだ、海が広い。海の回廊。知ってる海とは少し様子が違うと。原初の海、過去の世界。回廊というのはラクリモサが滅ぼしてきた世界を再現している。これはもうすでにあるね。道がいまいちあれだな。こっちでいいのか。痛い。進める分は進んでいくか。遠近光を置いて撃ってくるのちょっと、うわ。え、暗闇になった珍しいな、暗闇になるとか。宝箱があるって言ったね。ちょっと待って、どこだ。ここか。ああ、落ちた。痛い。釣り餌10個とかいらん。もういいや、敵はどんどん仕方してこう。うわー、ちょ、暗闇やっぱり回復するか。暗闇回復、暗闇回復。あれどこだ。そういうのがないんだけど。そんなあるはずだぞ。暗闇あったあったあった。そう、この弾を食らうと暗闇のあれが増えてくんだな。
なるべく使わせていこう。ある程度は。あ、宝箱がまたある。どこだ？え、どこだ？本当にどこだ？ん？あ、あとこれか。おお、順広くてこんなとこにあんの？すっげえ普通に落っこってたんだけど、気づかんわそんなの。先に何かがある。アドル、でっけえ柱があるぜ。これが想念を封じたオベリスクなのでしょうか。内部に膨大な想念の気配を感じる。どうやら間違いなさそうだね。それじゃあアドルに早速これをぶっ壊して。ん？壊していいものなのでしょうか。想念を解放するといっても一体どうやって。オベリスクが光り出したぞ。何が起こったんだ。これはボス戦？アムニスヒドラ。うん、そんなに大きくはないね、こいつは。これはヒドラとかいう森人にどことなく似ているようだな。くそ、見てるだけとか言いながら結局邪魔する気かよ。来るよ、みんな気をつけて。こいつをぶっ倒すことが想念の解放になるのか。まあまた合流していこう。これなこれ落ちる。あ、落ちるわ。そういうことね。ちょっとめんどくさい地形だね、それを考えると。あ、いっぱいなんか出てきた。攻撃できるときに攻撃しよう。じゃあ、あー、あれを使えばよかった。勇気。その分そんなにヒットポイントは高くない。押せ押せ押せ。もう半分以下やんなったな。あー、逃げてった。この魚はもう別に無視していいからな。ん？出てきた？あ、出てきたね。あー、あ、ん？違う、ダウンしたわけじゃないか。クラッシュムーブって言われても。いや、痛い。うわー、落とされた。あともうちょっと。だけど逃げられた。あ、あの人たち。おいおいおい、君たちめっちゃ怒ってるけど大丈夫かい？これはまあ別に。あ、あそこにいるね。うおー、これどうすりゃいい。ジャンプすりゃよかったか、普通に。なんだかんだででもヒットポイントは半分減ってる。こっちもそろそろ。よーし、これってレベル上がったらヒットポイント回復するんだっけ。すんげえ今更だけど。
想念が無事に解放された。お？この二人は仲いいよね。サハドとリコッタは。これで想念が木に降り注ぐか。なんかちょっと邪悪な感じがするんだけど、大丈夫か？解放された想念がセレンの園に注ぎ込まれていく。木はどうなった？一回り成長した。まさか本当に想念を解放してしまうとは。ヒドラさん、見届け役とか言いつつよくも邪魔してくれたもんだぜ。いいえ、先ほどあなたたちを襲ったのは私自身ではありません。どういうことだ？あれはかつて絶望に陥った際、胎児に囚われた私の想念なのです。長年にわたってオベリスクの番人をさせられていたのですが。さっきのであんたの想念も解放されたということか。ラクリマサで滅びた人々と森人に選ばれた人の想念だから木が急成長するほどの想念が流れ込んだんだね。これならもしかして。私たちの文明が栄えた時代、母なる海から数多の種が大地の女神により地上へ招かれました。その頃から始まりの大樹による世界の進化が始まったのです。大地の女神。ええ、女神の名は大地神マイア。彼女は進化の真相を私に告げるとやがて姿を消してしまいました。それ以来地上を見守ってきましたが、このような事態は初めてです。様なんて本当にいたのか。いや、いるよ、いるいる。わかりません。イース王国にだっていたじゃん。蒸気を逸した大樹の存在を思えばあり得ることかもしれんが。とにかく大昔にそんなことがあったってことか。アドル、私は引き続き見届けさせてもらうとしましょう。君が私たちと同じようにラクリモサを受け入れるのか、あるいはその輪廻から逃れ新たな道を指し示すのかを。これで次のところに行けるかな。これはどこだ。最初の方か。何かの文様だね。
海の回廊を突破したことで次へ進めるようになった。ん？で、どっち？ここはなんかある？まあ、行ってもしょうがないから、どうすればいいんだ？最初のところじゃないの？最初のところに戻る。海の道、見届けの丘。で、こっから、どっちやねん。ここは行けない。あれ、どっかが開いたんじゃないの？4つの丘がありって言って、ちょっと待って、もう一回戻る。ここは行けない。間違えて使ってしまった。で、ここも行けない。ここも行けない。どういうことだ。やはりこっちから行かなきゃいけないか。まあ、進めるだけは進んでいきますか。どっからどう行けるようになったんだっけ。ちょっと待って、こっち、こっち、どんどん下に降りていこう。じゃあ、いけない、邪魔だ。で、あそこは広場で、こっちね、こっち行けるようになったのか。全然さっきのところから近かったじゃん。余計なことをしてしまったな。では先へ進んでいきましょう。敵は相変わらずかな。おお、ちょっと攻撃方法が変わってんね。若干違うのか。きた。よし、龍門岩をゲットした。あれさ、アイテムすぐ下に落っこってくんだけど、これはいつも大事にしたい。もうどんどん攻撃していこう。いいね、龍門岩がゲットできる。これはかなりでかいぞ。で、またこういうところで戦闘か。こいつはこいつでレアアイテム持ってるからね、ま、形の違いはあれど大して強くはないでしょう。よいしょ。まあでも半分くらいか。大体ね、もうダウンするからね、これだけめった打ちにすれば。おお、すげえ。やっぱりこれ2人目とか倒したら1回帰って装備を強化しようか。で、どっちだ。あ、どこだ。マジでわかんねえんだけど。今度こそあれ？最初のところに戻る？いや、本当にわからん。こっちとか道ないよね、だって。道はない。戻っていいの？ちょ、戻ろう。これは、あれだ。
大樹の陣だった。どこが解放されたんだかいまいちわからん。マップが広すぎて印をつけていただきたいけど全然解放されてないわ。あれどこだ。もう一回ちょっとこっちに戻ろう。海の丘からまた速攻で出てくれば。あ、ここから戻ろう。で戻ってきました。でそこからちょこいつはシカトしよう。こっちに来たんだよね一回。でどこが開いたかっていうことよ。とりあえずこっちの道は変わらず痛い。こっちも特に。で、ここはさすがに邪魔だな。これだけいるのはもう解除しとかないと。あ、勇気を使ってしまった。まあいいや。あれ、まだいる？龍門岩の稼ぎになるからな。うわー、リーキはちょっと激しすぎる。消耗が激しすぎる。で、こっち？こっちだね。痛い。よしよしよし、こっちだ。うわー、連続でダメージを使う。いいねいいね。まあアイテム稼ぎにはなったかな。ちょっと SP がないんで少し節約していかないと。でここにあの道があるからここの敵を倒してさっきの道を開くと。でパターン的には3体かな。3体倒すと次への回廊が開かれる。こいつ硬そうだね。ただ一回隆起を使ってこれを使おう。この間もゲージは減ってるからね。ただ攻撃をすると刻一刻と減っていく。よし、封印が解かれましたと。でこっちへ行ってでこっちか。今度は迷わなかったね。さすがにこの狭いところにね行くと本当邪魔なんだよね。よし、まあレアアイテムの調達にはなるから特に何にもないか。またここにいる。龍門岩あれパクってんのか。なんか倒してない時に龍門岩を手に入れることができるね。でここにあります。もうこれを把握してから行こうと。次への道を。あれ
で、これで3匹目だよね。リザードマン的な感じだな。で、まず戦闘が始まった瞬間、龍気を発動させる。ほら、で、その後突っ込んで撃つ。すげえ、息を吐いている。おお、強引に行くぜ。うお、龍騎中はさすがにちょっと蹴りが激しい。うお、痛い。骨ばっか、全部骨だな。よし、先へ進みましょう。これはこっちだよね。あれ違う？どっちから来た？もう地図がなんか完成されてるけど、やっぱこっちでいいんだよ。邪魔。あとは攻撃でなんとかする。よーし。いや、いいね、龍門岩。この先へ行けば痛い。こいつ倒そう。こいつはマジ稼がせてくれるからな。よーし、龍門岩大体1個は手に入るね。で、回廊への道。氷の道。なんなんだここは。氷に閉ざされた大地、代表ガキと呼ばれる時代でしょうか。あ、敵かと思った。うわ、また落ちるのか。出て落ちるシステムだな最近は。あ、やば、落ちる。で、これなんかさ、あ、大丈夫か。あ、やっと、こういったミノタウロスのあれか、時代か。そうすると勝手にこれを見ただけで判断してない気がする。こっちが、うおー強そう。回復アイテムと、じゃあ痛い。まためんどくさそうな地形だな、本当に。あ、痛い。すぐ落ちる。いや、スティック操作がさ、なかなか難しいんだよね。動きがさ、滑らかすぎるからさ、こいつら。イーグルダンサーを極めた。硬いね。ゴリ押してるけど。結局さ、ただ、ラクシャとかリコッタって何がいいんだろう。全然その技とか変えてない気がするけど、空中にいよう。空中にいた方が安全だ。あの花はちょっと怖い。吹雪の子で痛い。あー、こんなとこやったの。ちょっと待って、落ちるぞこれ絶対。落ちる。あいつなんで落ちねえんだよ。食らうたびに。ここまで来たら倒そう。お、微小石を持ってんだなこいつは。硬そうだもんね。おお、いい、微小石すんげえいっぱいある。
いや、アイテム稼ぎにはいいね。さすがにもう終盤っていうだけある。強引に行くぜ。これはやっぱりビクッとでブレーキしないとちょっとめんどくさいかな。あいつら速攻で落っこってくからね。まあ勇ましいっちゃ勇ましいんだけど、このスピンとかで戦うのはただめんどくさいな。攻撃をしてるときにさ落ちるからね。あ、成功石すら持ってる。レアアイテムで。よーし。で、宝箱。まあ、ここら辺は経験値だからね。確か。忍者の妙薬とかは。おお、これはまたなかなかの。細い道だな。落ちずにはいけた。そんな広がって走るとさ落ちるよ。2本目のオベリスク、前回と同じ。ミノタウロスくんが出てくるよ。名前なんだっけ、忘れた。あの一番最初に出てきたやつとさ、あのゾーラ族みたいな、両方ゾーラ族みたいだけど、海関係は変わらなそうだけどね。火みたいなやつがいてもよかったと思うんだけど。アニムス・ミノスか。凍結を支配してたんだ。そんなイメージはないけどな。ミノスというやつの、そうね。よく覚えてるね。名前。俺もうさっぱりわからん。まあ、ウーラはね覚えてるけど、もう一人のあの魚みたいなやつ、最初に出てきた魚じゃなくてわらわって言ってるやつの魚、あれ全然覚えてないんだよね名前。さて、まあまずは最初にかましましょう。うおー、やばい、めちゃごっついぞこいつは。いやー、龍気が持たなかったか。ダメージは食らうねやっぱり。氷を押すしかない。ただあ、なんか少しあれだな、間合いを取るか。ヒットポイントが結構減ってきた、こっちの。ん、ひよってる。勇気を使おう。で、発動しよう。これでどんくらい減らせられるか。ようやくこのダーナの運用方法が分かってきたからね。この終盤に来て勇気がね強い。やっぱりこれはもうゴリ押せる。うわ、ゴリ押せないか。外に吹っ飛ばされる。しかしこれで終わりだ。オッケー、めちゃくちゃレベル上がるね。すげえ疲弊してる。でも6対1だからね。まあパーティーに出せるのは3人だけど、多分ストーリー上は6人で戦ってんだろうね。この描写は毎回一緒かな。降り注いで水が流れてみたいな。で
でかくなってる、なんかわかんねえな、でかくなってんだかなってないんだか。さらに一段と成長したか。の想念を本当に解放しちまう奴が現れるとはな。面白い奴らだとは思っていたが、こりゃ想像以上じゃねえか。改めて名乗らせてもらおう。わしの名はミノス。地上全体が永久凍土と化した時代、大陸に覇を唱えし一族の王だ。我が想念が敗れしく、それすなわちわし自身の敗北として認めよう。ずいぶん潔いみたいだが、そんなことを言って大丈夫なのか。何、進化の守り人として役目は十分に果たしているからな。ここだけの話、同胞の想念を解放してくれてせいせいしたぜ。あんな塔に封じられたままじゃ奴らも浮かばれねえだろう。これは立ち止まるわけにはいかない。もう進むしかないからね。今までと同じようにはいかんだろうって。酒でもやりながら世界を見守らやって。酒は苦手でしょう。てか酒とかあるの。この森人のところに。で次どこの回廊が解放されるかだよね。いつも分かんなくなるかな。まあ、とりあえず戻ってきて、これはどこなの。ん、ああそっかそっか、これはなんか紋章が浮かび上がってくるだけか。で相変わらずこの3つは確かに閉じてるね。ってことはちょっと次のところ見たい気がするけど、どこかわからん。まあとりあえず2つ解放しましたので、残りの解放は次回やっていきたいと思います。じゃあちょっとここね、結構複雑っていうか、なかなか地形の把握がね難しくて行ったり来たりしたところはありましたけれども、じゃあ今回はこれで終了して、次回また続きをやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。